午前3時ですけれども、沖縄の宮古島の近くで台風9号が発生をしました。まず雲の様子をご覧ください。こちらになります。現在のひまわり画像を見てみますと、この雲ですね、熱帯低気圧から午前3時に台風9号となった雲の渦巻きとなります。で、この台風、この後の予想進路を見ますと、おおむね北方向に進む見込みです。台風の勢力としてはあまり強くはない見込みでして、今が1000ヘクトパスカル、最大風速が18メートルですけれども、おおむねその勢力を維持したまま北上していくということになります。22日の午前3時までには大陸で熱帯低気圧に変わる見込みです。で、この台風、勢力が強くはないとはいえ、沖縄あたりでは風が強く吹くということがあります。また台風から離れたところで雨が強まるのが今回の特徴です。雨雲の動き見てみますと、台風の近く、沖縄の先島諸島は今日は激しい雨に警戒が必要です。そして台風から離れた九州や四国の太平洋側の方にも暖かく湿った空気が流れ込みまして、雨雲が発達をする見込みです。雨雲の動き見ていきますと、沖縄付近と特に九州付近、太平洋側を中心にかなり活発な雨雲が計算されております。1時間に30ミリ以上の雷を伴った激しい降りとなって、雨量が増していくということが想定されます。で、予想される雨量、こちらが午前6時から明日の午前6時までのトータル雨量となります。四国、九州の太平洋側ですと多いところで150ミリ、さらに台風北上していきますので、この雨はまだ明日も継続をする見込みです。さらに雨量が増加をしまして、地盤の緩みや川の増水などを引き起こす恐れがあります。また沖縄先島諸島でも多いところでは100ミリぐらいの雨が予想されております。さらに波です。台風から東側のエリアです。沖縄本島や奄美地方で今日の日中帯、3メートル以上の高波がやってきます。海のレジャーは控えるようにしてください。台風の北上とともに高い波の範囲はこれも北上していきます。九州の沿岸部でも明日にかけて2、3メートルぐらいの高波が入ってくるということが想定されます。台風東シナ海を北上します。沖縄や奄美、九州については波についても十分お気をつけください。最新の台風情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。